あたりチャンネルレディオ。どうもこんにちは、あたりです。あたりチャンネルレディオかっこかり、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このあたりチャンネルレディオかっこかり、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。というわけで、お久しぶりでございます。暖かくなりましたね。もう暖房いらないですよね。もう今、録音しているのが4月の12、3? それぐらい。最高気温が24とか25とか26とか、なんかそんなことを言ってるんで、もう春だから最高気温25を超えると夏日だからね。春でいい、一生春でいいんだけどさ、夏来なくてもいいけど、まあまあ寒いよりは全然マシだから、春、ありがとうって感じだよね。最近ちょっと地震多くないですか？どうですか？皆さん気をつけてますか？本当になんかいろいろ気をつけてくださいよね。この前も生放送中に大きい地震があって、あ、これやべえなっつって生放送を一旦中断してね、あれしたんだけど、なんか関東に限らず関西方面でも地震が起こったり、東北の方でも地震が起こったり、最近多いよな。ここ1ヶ月で結構頻繁に地震が起きてる感じがするわ。皆さん用心していただければと思います。避難リュックとかね、用意しましょう。僕は用意してないけど、どこかのタイミングで用意しようと思いつつ、用意しようと思ってたことを忘れる、そんな日々。メガネユーザーの方は必ずメガネ、予備のメガネを避難バッグの中に入れておくようにしてくださいね。あなたが今かけているメガネは、その地震災害があった時に無事でいる保証はどれくらいありますかっていうことですよ、ね、で、物がメガネがなくなって物が見えた時に、あなたはどれぐらい身の安全を確保できますかっていうことですよ、ね、コンタクトレンズなんかね使えないからね、そういう災害の時なんかは。手が汚い状態でコンタクトレンズを入れると、まあ間違いなく目の病気になるじゃないですかね。そんなバカなって話でしょね。コンタクトレンズなんかはね、災害の時には使えないです。だから必ずメガネを避難バッグの中に入れておいてください。目がいい人はそのままでいいです。はい。先日3月31日に配信されたスマホゲーム、エクスタシービジュアルショック、あれ正式名称なんだっけ正式名称エクスタシービジュアルショックですよ、通称エクスタ V にドハマりしてまして、一生やってる、暇さえあればやってる。音ゲーなんですよ。で、 X ジャパンとルナシーとグレイの曲を音ゲーでプレイできる。最高だよね。一生やっちゃうの。本当に一生やってるんだけどさ、一生できちゃうもん、こんなの。レイディオで何回も言ってるけども、ルナシー好きなんですよ、でそのルナシーの曲が音ゲーでできる、ね、しかもライブ映像なんですよ。プロモーションビデオとかじゃなくて、そのどこ、いついつのどこどこでやったライブの映像でこの曲プレイできますみたいなね。最高だよね。で、これレベルが上がっていくと、インタビューの映像が解放されていくんですよ。で、あの活躍してた時代ね、1996年7年とかそれぐらいの時代に何を思って活動してたかとか、であの騒動の裏で、そのルナシーって一回活動休止して1年間ソロ活動してるんですよ、みんな全員5人が。で再結成して、でまたちょっと解散というか、まあ終幕って表現してるんです。ルナシー自体を解散させるんじゃなくて、ルナシーという名前は保ったまま活動を全部休止するっていう、まあ終幕っていう言葉を使っているんですけども、
まあ、あってその騒動の裏でね何を思ってたのかとかね、そういうインタビュー映像がね流れるんですよ。最高最高なんですよ。もう、まあ、ルナシー、グレイ、X ジャパン、どれか好きな方はもう、まあ、まあやってると思うんだけども、でも僕と同年代ぐらい、35から40代ぐらいのあのバンドブームにこうハマってた人なんかのね、まあ、ちょっと一回やってみて、インタビュー映像なんかも見てみていただければ。いやー本当にインタビュー映像もね、もうだいぶ後半まで解放されてだいぶ見たんだけど、いやもう本当にもっと見たいなってなる。そのこのゲーム自体が配信される前に、まあ事前情報なんかも出てて、その、まあ、インタビュー映像のゲームではそのメンバーのインタビュー映像が見ることができますよみたいなことが書いてあって、そのインタビューの映像なんかもちらっと見てたんだけど、いや音ゲーゲームしてインタビュー映像とかどうなんて思ってたんだけど、まあ良かったわインタビュー映像最高に良かったわ。うん、まあ、バンドそれぞれにさ、こうなんだろう、雰囲気がやっぱ違うわけよ。 X ジャパン、 X ジャパンに関しては YOSHIKI しか出てないからあれなんだけども、グレイとルナシーに関しては全然雰囲気が違ったりするわけ。グレイなんかはさ、全員函館出身じゃん。メンバー4人函館出身で、で割とこう若い頃から一緒にやってたメンバーもいるから、だからなんていうか、まあ仲がいいのよね基本的には。なんかそのまあベタベタに仲がいいってわけじゃなくて、まあなんかある程度の距離感はありつつも、なんかこうね、まあこう仲良くやってるっていう感じで、そのインタビュー映像とかも割とこう和気あいあいとしたインタビュー映像だったりするんだけども、ルナシーは割と、ま、真逆まではいかないんだけども、別に仲悪いわけじゃないんですよ。別に仲悪いわけじゃないんだけども、仲いいっていう感じはあんまり出してないっていうか、メンバーそれぞれ5人いるんだけど、個性が割と強くて我が強いというか、割と個性的なメンバーが多い。まあまあ1人2人こうちょっとなんかこう間にねクッション材みたいなメンバーもいるんだけども、でもそれでこうね、インタビュー映像なんかもだいぶこうテイストが違って面白いですね。すごい面白い。いやーありがとうございますって感じだよね。うん、ゲームの内容としてはね、なんだろう、音ゲー、よくある音ゲー、最近よくある音ゲーって感じなんだよな。あの感じの音ゲーってどこから出てきたんだろうな、どれが発祥なんだろう。でもあれ、あのアイドルマスター関連のゲームなんかは多分ああいう感じなんじゃないかな。上からボタンが降ってきてそれを叩いてとか、長押しとかフリック入力とかがあったりするわけ。でもね、ゲーム内容はね完全にねバンドリなんですよ知ってる？バンドリ、ガールズバンドパーティー、女子高生たちがキャッキャウフフするゲームなんですよ。もちろんその音ゲーをクリアして、で新曲もどんどん配信されて、でストーリーを見て、でなんかルームってあるんですよ。なんかなあれなんだろう、バンドのスタジオにその楽器とかそのテーブルとか椅子とかを置けるっていう機能がバンドリにあるんですけども、このエクスタ V にも全く同じ機能があるんですよルームがあって、そこにあの好きなメンバーを入れて、でなんか部屋の模様替えとかもできる機能とかもあって、これはもう完全にバンドリだと思いながら、でそのバンド曲のプレイで高スコアを取るためには、そのランクの高い、ね、バンドメンバーのカードが必要で、それを編成してうまいことやればスコアが高くなりますよみたいな、うん、ね、まあバンド、そのバンドリなんですよ。その女子高生たちがバンドを組んでキャッキャウフフしてるゲームに、実在するバンドメンバーの側をかぶせただけのゲームなんですよ。そう、女子高生たちにルナシーの皮をかぶせただけのゲーム。そうで、まあ
本家のバンドリの方はそのバンドドリームでバンドリなんですよ。バンドドリームでバンドリなんだけど、でもエクスタ V の方はもういろいろ成し遂げちゃった人しかいないわけよ。もう夢叶えたというか、うん、夢叶えちゃったバンドしかない。だから武道館でしょ、東京ドーム、埼玉スーパーアリーナ、あと横浜スタジアムとか大体やってるでしょ。武道館は多分みんな間違いなくやってる。うん。X ジャパンもやってるし。埼玉スーパーアリーナなんかは X ジャパンの時代はなかったと思うけど、でも最近再結成した時にやってるかもしれないな。多分みんなやってると思う。武道館、東京ドーム、埼玉スーパーアリーナ、横浜スタジアム、多分みんなやってると思う。だから、もうこれはね、真のバンドリー。僕はもう勝手に真のバンドリーって呼んでるけどね。うん、まあかなり失礼ですね。双方向にかなり失礼ですね。失礼しました。というわけで、あたりチャンネルラジオ第127回始まります。というわけで、僕の近況報告になるんですけども、前回から結構間が空きましたね。ちょうど1ヶ月ぐらい間が空いたのかな。皆さんお元気でしたか？お元気でしたか？僕は何があったかって何もないんですよ。これ毎回言ってるかもしれない。近況報告って言って何かあったかって言うと何もなかったですみたいなことを毎回言ってるかもしれない。これもう言わなくてもいい。でもね、何もないんですよ。1ヶ月間のことを思い出そうと思っても何も出てこないぐらいには何もない。うん。あ、でもこの前カレー食べに行ったわ。カレーをね、食べに行ったんですよ。夜遅くにマンボウ開けたじゃないですか。3月の21日ぐらいにまん延防止等重点措置が解除されたじゃないですか。今の状態何もない状態でしょ。我らは自由を手にしたわけですよ。まあ、マスクはまだまだあれだし、あの営業時間とかね、お酒の提供とかはまだちょっとね、あの遅い時間まではちょっとみたいな、なんて言うんだろう、暗黙の了解みたいなものがちょっとでき始めているとは思うんですけども、でもまあまあまあ、でも制限とかは特にないからみんな気をつけてやってみたいな感じ、うん、になってるから、この前カレー食べに行ったんですけどね。それだけ。だ、近況報告を定期的にできるほど豊かな人生を送ってません。僕の人生そんな感じなんですよ。まあまあ、強いて言えば、まあ、菅田将暉くんとガストに行ったぐらいかな。まあでも別に特別変わったことでもないかな。まあ日常よく行くし、日常の一コマって感じ。あ、行ってみてえな。行ってみてえな。菅田将暉くんとガストに行った話をさらっと言ってみてえな。まあでもそれが日常になったら、まあ報告するほどでもなくなるし、それはじゃあ報告するっていうことは僕にとっては日常ではないっていうことだし、菅田将暉くんとガストに行って何食べる？何食べようか。チーズハンバーグとか食べちゃおうかな。ちょっとドリンクバーもつけちゃうかな、ガストに行ったら。ガストって何が売り？ガストって何が売りなんだろう。ハンバーグとかステーキとかじゃなかったっけ？どうだったっけ？ガストに詳しい方いればご一報ください。あとクーポンがあったらください。ガストでお食事したいです、僕も。はい。何の話だっけ。そう、僕はその定期的に近況報告できるほど豊かな人生を送ってませんよっていう話ですよ。そうなんだよ。話変わるけどさ、なんだっけ、全然話変わるけど、あの大殺界なんですよ。知ってます？大殺界。あの細木数子さんの六星占術だかなんだか、六星占術だった気がするな。なんかあるじゃん、火星人、水星人、木星人、天王星、土星、あとなんか霊合星人みたいな、なんかあるじゃないですか。なんかね、なんかここ数ヶ月ね、良くないとは違うのかな。良くない。悪いというほどでもないけども、悪いというほどでもないが決して良くはないっていう感じなんですよ。
まあ、良くないことが頻繁に起こるわけじゃないんだけども、なんかこう悪い知らせみたいなものがちょっとこうここ数ヶ月で何件かあって、で僕もその体調が悪くなったりとか、なんかこう良くない、なんて言えばいいのこれ悪いというほどでもないが決して良くはないってどういう状態？悪いと良くないの中間ぐらい。悪いというほどでもないが決して良くはないよ、もっと端的に表す言葉で言うと、あのね、ぼちぼちパッとせんみたいなそう、パッとせんぐらい。なんで関西弁やねんっていうね。いやでもその関西の人のこの何だろう、微妙なニュアンスを伝える言語能力っていうのはすごいよね。関西以外では通じないと思うけども、なんかパッとせんっていう状態今。なんか最近なかったっけそういうの、話題になってたよね、ツイッターでなんか見た気がするわ。あれまたってやつわかる、またご飯行きましょうってやつ、またご飯行きましょうって、この初対面なのにまたご飯行きましょうってどういうことやねん。いや屋根は違う屋根は違う、関西の人が言うそのまたご飯行きましょうっていうのがどういうことなのかっていうのが関東の人にはちょっとニュアンスとして伝わらないっていう。初対面なのにまたってどういうこと、一回も行ったことないよね、その初対面なのにまたご飯行きましょうってどういうことでいらっしゃりますでしょうかっていうことですよ。ああ、関東人の言葉遣いはお堅くて嫌やわ、嫌やわ本当に、どこの総理大臣さんかと思いましたわ、ほんま。何の話だっけ、細木和子さんの話ですよ関西弁のニュアンスがある。いやでも通じるよね、初対面だけどもまたご飯行きましょうって通じるよね、わかるじゃん、僕でもわかる。関西に行ったこと住んだこともないけども、でもわかるよ。例えば、ま、さ、このなんか初対面で会って、でなんかちょっといろいろお話しして盛り上がっちゃって、あ、じゃあまたちょっとご飯行きましょうって言われても、あ、じゃあ機会があったらっていうニュアンスでしょ。そういうことじゃん。なんかこう、なんて言うんだろう、言葉を言葉通りに受け取る人には辛いんだろうなって、関西って辛いんだろうなってちょっと思った事件でしたね。いや、いるんですよ、その言葉を額面通りにあれなんだ、給料の話した、今言葉通りに受け取る人っているじゃないですか。いやもう日本語が悪いのかもしれない、そこまでいくと。なんかその言葉に含まれてるニュアンスとか微妙なニュアンスとか、そういう裏の感情とかを察しろっていうのが日本語の悪いところかもしれないよね。日本人だって察せないんだからさ、そんな言葉使われてもっていう感じじゃん。そう、察せない人ってどうしてもいるから、またご飯行きましょうって言われても、え、またえ、またって何って、なるじゃん。いやでもそういう、なんだろう、微妙なニュアンスとかさ、その裏を察する、言葉の裏を察する能力がないっていうのはむしろ逆に幸せなことかもしれないよね。そういう人に騙されてこなかったっていうことの裏返しでもあるからさ。まあ僕なんかはもういろんな人に騙されて生きてきてるからさ、悪気がなくても疑っちゃうから、全部疑ってかかっちゃう。もうだって美人が寄ってこようもんなら僕なんかは警戒心しか持たないですからね。ああ、この美人は僕を騙す気だ、お金絞り取る気だな、はい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 みたいな、それぐらいのスタンスだから。僕は美人なんか信用しませんから、一生美人とは恋愛できない気がするわ
何の話だっけ、細木和子さんの話ですよ。うん、ね、その要はその最近パッとせんのですよ、パッとせんので、ちょっと落ち込んでたんですよ。なんか最近良くない感じだなみたいな。で、YouTube でさ、占いやってる VTuber さんがいるんですよ。いらっしゃるんですよ。占いやってる VTuber ってなんやねんって思うかもしれないけども、別に珍しいか、占いやってる人自体そもそも珍しいか、占いやってる VTuber さんがいて、その配信を見る機会がありまして、ああ占いかと、ああ占い、まあ、ちょっと見てみようと思って調べて本を買ったんですよね。買ってみたんですけどね、あれなんかこう細木和子さんのその六星占術ってなんか6タイプぐらいあって、で、まあ、ホームページとかで調べられるんですよ。あなたは何星人ですっていうのが調べられて、でその何星人って分かったらその本を買うみたいな。そう、なんかよく年末年始ぐらいになるとコンビニとかで置いてある、普通に置いてあるんですよ。細木和子の六星占術って言って、こうね、あなたは何星人用の本が600円、700円、800円ぐらいで売ってるんだけども、うん、それを今回買いました。そう。で、なんだっけ、その六星占術の本を買って、そう、今年から大作界ですよって書かれた。2022年は。そう、大作界ですよって言われて、その大作界3年続くから、今年、来年はもうどん底、恐怖のずんどこで、まあその3年経ったらまあ大作家開けて飛躍の年になるから、今はもうパワーを貯めておきなさいという和子の教えが書かれてありました。でもね、なんだろう、すごいのよ。体調ダメです、ね、メンタルダメです、金運ダメダメです、恋愛ダメです、ね、全部ダメ、何やってもダメ大作界って怖いですね。本当になんかもう、なんだろう、本当に全部ダメだから、本当に慎重に生きてみたいなこと書いてあって、うん、まあその信じる信じないは僕自身の勝手だからなんだけども、でももう前向きに捉えていこうかなと。もともとね、占いを信じているかというと信じてない側の人間ではあるんですよ。でも見るのは好きなんですよね。うん、占い、その芸能人とかよくさ、テレビであの有名占い師に占ってもらいましたみたいな。あれを、ああいうの見るのは好きだから、だから、その信じてはいないんだけどね。うん、だから内容としてはさ、健康に気をつけろ、無駄遣いはするな、友人は大事にしろ、そんな感じなのよ。別に大作家じゃなくても気をつけるべきことなんですよね。うん、ただその細木和子さんに、まあまあ言って、まあまあまあ、でも細木和子さんもお亡くなりになっていて、その六星占術自体は娘さんの細木香織さんが受け継いでるから、僕は香織ちゃんに言われたんだけども、その香織ちゃんが健康に気をつけろ、無駄遣いはするな、友人を大事にしろって言ってくれたんだけども、別に言われなくても気をつけるべきことなんだけども、でも言われたからこそ常にそれを気にして生きていけるっていう部分はあるじゃんね。だから僕今すごい体調もそんなに良くはない状態ではあるんだけども、でも体調が良くないで、今年も来年も体調良くならないから気をつけてって言われたから、あ、じゃあちょっと体調には細心の注意を払って生きていこうっていうことに気づけたし、だからね、そういった良くないことがこれからも多分起きるだろうから、その起きた時に、まあ大作界だから仕方ないわっていうそのスタンスで生きていけるじゃん。言い訳にすると、盾にするわけじゃないんだけども、でもそういう感じだから、友人は大事にしろっていうのもね、その気遣い心遣いっていうのも
なるべくこうね、いつも以上にっていう気持ちでね、生きていけるじゃん。大作家だから僕は今年。だから何してもダメだから、何してもダメだったらよりもうちょっと良くするね、ダメダメですから、まあダメですぐらいまでちょっと持っていくぐらいの気持ちで、うん、まあまあまあやんわり生きていこうかなと思っている次第であります、うん、あとね、あれなのよ、恋愛に関してはさ、普段は好きにならないような女性に惹かれてしまうから注意しろ、書いてありました。普段は好きにならないような女性ってどんな女性なんだろうね。でも割と僕女性なら何でもいける。あ、ちょっと待ってよ。今のはちょっと語弊があったかもしれないな。女性なら何でもいけるって言い方するとなんかちょっとなんかイメージ悪いよね。いや、なんて言えば僕の好感度上がる？うっかり口を滑らせないようにしよう。大作家だから。いや、僕普段は好きにならないような女性とかなんかその特になくて、その容姿とか性格とか、うん、まあでもあの性格良ければ別にその女性のその好き嫌いっていうのはそんなにないです。割とストライクゾーンは広めですって言っとけばいいっすか。ついさっき美人とは恋愛しないみたいなこと言ってたけど、うん、でもそういうことなのか。でもあれだよ、その普段は好きにならないような女性に惹かれてしまう、身を滅ぼすとなると未成年。いや、これは気をつけなきゃいけないよね。いや、僕さ、未成年って一括りにしちゃうのもあれだけども、女子高生以下はもうやっぱ恋愛対象にならんよ、ならないよ。 YouTuber に限らずその未成年に手を出して身を滅ぼした方々結構いるよね結構いるよね。最近そういえば、あ、実名出すのよくない実名出すのよくない、やめとこう。まあでも言うて、そんな女子高生以下の子に手を出すとかない。え、好きになったならない、そんな、な、あ、でもそういうことなんだろうね。いや、だから言ってるじゃん、普段は好きにならないような女性に惹かれてしまうから注意しろってことは、僕も女子高生に恋しちゃうかもしれないってこと。それは気をつけなきゃいけないよね。絶対手出しちゃダメだから。女子高生もそう、女子中学生もそうだしね。絶対ダメだわ、絶対ダメだね。女子大生は OK だよね。女子大生は OK だって、成人の年齢も18歳に下がったから、女子大生はもう恋愛対象としてはもうバッチリよ。女子大生っていいよね、言葉の響きがいい。そのなんだろう、垢抜けない、その大人としてまだその若干の未完成さはあるけども、やっぱり女性としての魅力っていうのはやっぱりこうね、かなり高まっている時期ではあるから、女子大生っていいよね。なんだっけ、そう、普段好きにならないような女性の話ですよ。でさっきも言ったように、とびっきりの美人なんかは僕なんかも警戒対象でしかないからさ、恋愛対象にあんまりならないなーって思ってたけども、もしかしたらそういうことなのかもしれないよね。女子高生、とびっきり美人の女子高生に僕がもう恋をしてしまうっていう可能性が出てきた今年は。誰いや、誰ってなんだ誰とびっきりの美人の女子高生に気をつけろってことですよ。最近の日本一可愛い女子高生って誰だ、ちょっと待って検索するわ。ありましたね、女子高生ミスコン2021年グランプリ、北海道出身の千葉雪乃さん15歳。いやー、こういうことですよ。で、まあ、これ記事検索してさ、
今お顔が見えている状態なんですけども、これは確かに、いやこれは確かにっていう感じなんだよな。いやなんでな、いやな、なんて言うんだよな、思ったよりもタイプなお顔だった好きなお顔だったな。でそういうことなんだろうねきっとね。これはもう僕ガチ恋勢になってしまうかもしれないよね。これはもう蜜がないように気をつけなきゃいけないんじゃないですかね。生活費削ってスパチャを送っちゃったりしないように気をつけなきゃいけないよね。北海道出身の千葉雪乃さんね、15歳ね。あそっか、分かった、分かりました、はい分かりました、僕もう分かりました、はい、いやでも確かに美人だわ。そっか、見なかったことにはもうできないよね。いやそう気になって検索しちゃったのが良くないか。でもそれ気になって検索してしまったっていうのはこれ運命だよね。運命感じちゃうな。これも運命か。そっか。まあそういうことよね。というわけで、大作家なのでもろもろのハードルを下げて生活してますよっていう、完全に言い訳をさせていただいております。まあそのなんだろう。動画の更新頻度にしてもちょっと下げさせていただいてもらってますっていう感じなんですよね。さっきから体調がうんぬんって言ってるんだけども、腰が痛いんですよ。なんか先月先々月ぐらいになんか腰痛めちゃって、もともとその椎間板ヘルニア持ちだからあんまりいい腰ではなかったんですけども、何かきっかけがあったわけじゃないんだけども、急になんか腰痛くなりだして、で立ってるのも、立ってるのが割と楽なのかな、まあ、寝てるのが一番楽なんだけども、あの座り姿勢がね辛い、だからゲーム実況なんかするときなんかもずっと座ってるじゃないですか。その姿勢が辛くて、その座り姿勢が辛いからゲームプレイするのもなんか辛いし、プレイしたゲームを編集するのもちょっと辛いんですよね。長時間その椅子に座ってられないから、ちょっと動画作れんなーっていう日々がちょっと続いておりまして、やっぱまあ筋トレとかちゃんとせんといかんね。多分そこなんだろうな。筋トレの仕方が悪かったのかもしれないよね。いや本当にあの筋トレって正しいフォームで正しく行えると本当に体痛めるから、その辺も気をつけて筋トレをしなきゃいけないよね。大作会だから、大作会トレーニングをしなきゃいけない僕は。そうで、その大作会だからっていうのを言い訳に先日カレーを食べに行きました。はい、カレーがどうしても食べたくなったんですよ。いやなんかすっごいカレーライス食べたいと思って、でも今カレー食べに行ったら絶対ダメだよなっていう時間だったんですけども、でも僕大作家だからさ、やっぱりその我慢をしちゃいけないってわけじゃないんだけども、でもやっぱりメンタルのケアって必要じゃないですか。大事ですよね、メンタルケアって多分一番大事だと思うんですよ。体調にも響いてくるから、だからメンタルケアのためにカレーを食べに行きました。はい、もう言ってしまえばそれはもう体調を整えるためでもありますよね。カレーライスは心に効く。いやもう実際美味しかったしね、カレーライス美味しかったね。また食べに行くわ。でもそう頻繁に食べに行ったらそれこそお金使いすぎちゃうから、そこはやっぱり折り合いをつけてね、1ヶ月毎食夕ご飯はカレーでしたみたいなことにはならないように気をつけて起きたよね。いやでもカレーは体調にも体にもいいと思うんだよね。カレーって野菜とか肉とかちゃんと入ってるしね、ちゃんと作ってるところってなんかこうちゃんと煮込んでさ、
その野菜の成分とかもちゃんとこうカレーの中に入ってたりするじゃん。ね。いや、カレーは体にいい、心にもいい。じゃあもうカレー食べるしかないよね。いや、カレーライスまた食べたくなってきたな。今日も食べる？今日も食べるか。いや、でも今日はやめとこう。今日はちょっと違うもの食べたいから。今日はマクドナルドのハンバーガーが食べたいからね。だったらカレー食べた方がいいな。まあいいです。何食べようが僕の自由ですよ。メンタルケアのためには必要。カレーライスはメンタルに効く。ゆくゆくはガンにも効くようになると思う。カレーライスはみんなでカレー食べていこう。話は戻るけども、占いなんてそれくらいでいいと思うんですよ。いや、もう本当にその自分の生活をより豊かにしたりとか、逆にその何かにつまずく前に備えておく、転ばぬ先の杖っていうの、まあそういうきっかけになったりね、するから、なんかそのなんだろう、占いに縛られるような生き方じゃなくて、占いを踏み台にするぐらいの生き方でちょうどいいと思う。いいと思います。私はどうか知らんけど、本家のその占いしてる人に言わせりゃ、いや、ちょっと待ってくださいよってなるかもしれないけども、僕はそれでいいと思う。皆さんも気になったら細木和子さんの六星占術を見てください。はい、というわけで、お便りをいただいております。バリトンジェルさん、男性の方。あたりさん、僕は2月下旬ウイルス性の結膜炎になりました。そのまま角膜炎も発生しました。まだ完治はしていないのですが、一時は目が開けられないほどの痛みでした。その時は何も活動も娯楽もできず、寝ながらこのレイディオを鬼リピしたりして、耳からの情報のみで生活してました。レイディオがあってよかったです。また僕は一人の迷える子羊を救ってしまったのか。そういうところあるよね。無意識に人を救ってしまう。いや、これはもう僕が僕たるゆえん、ね、まあ僕はいつも通りに喋りたいことを喋っただけなんですけどね。結果として人を助けてしまう、救ってしまう、それが僕。あたりなりゆき、どうぞよろしく。これからもあたりチャンネルレディオ聞いてくれよな。そういう小さなハッピー、小さなハッピーっていうの、そういうのが回り回ってビッグなハッピー、なんていうの、ワイルド噛んだわ。ワールドワイドって言おうとしたのに、ワイルドみたいなの言ったんです。ワールドワイドで、アラウンドワールドな、アラウンドザワールドな、まあピースフルにしていきたい的な。よろしく、サンキュー。いや、もう噛んだから何もカッコつかないわ。何もカッコつかない。なんだ、ワールドワイルドってなんだ。ワールドワイドね。ワールドワイド。で、ウイルス性の結膜炎。ウイルス性の結膜炎って何したん？海とか川とかに飛び込んだの？どうなの？結膜って知って、結膜ってどこかわかります？皆さん。結膜ってわかるかな？結膜ってまぶたの裏側なんですよ。で、まぶたの裏側とその目玉をつないでいる膜があるんですよ。なんとなく想像してほしいんだけど、目玉があります、まぶたがあります。で、まぶた閉じるとまぶたの裏見えるじゃん。そこが結膜なんですよ。で、そのまぶたの裏側と目玉がこうつながってるんですよね。で、そのつながってるから、そのよくそのコンタクトレンズが目の裏側に入っちゃうんじゃないのみたいな、うんぬんとか言ってるけども、その結膜があるから目の裏側に物が入らないようになってるんですよ。要はゴミが入らないようですよね。そのコンタクトレンズが目の裏側に行っちゃうんじゃないみたいなこと言う人いるけど、行くわけない。行くわけない。ね。そんなコンタクトレンズが入るようだ、目の裏側に入るんだったら、もう目の裏側ゴミだらけだからね。
よくその花粉がうんぬんとか言ってる人いるじゃん。目の裏側花粉だらけだからね。ごっそり塊で取れるぐらい入ってるわ。そんな目の裏側に行くんだったら。目の裏側には物は入りません。結膜があるので。はい。で、なんだっけ？よくその、よくコンタクトレンズがうんぬんじゃない。あれ。ウイルス性の結膜炎ですよ。ウイルス性の結膜炎って何かしたんでしょうね。要はそのまぶたの裏側にある結膜にウイルスがなんか悪さして結膜炎になってるでしょ。でまあ結膜って要はまぶたの裏側だから目に直接触れる部分じゃん。でその角膜っていうのは黒目の表側、瞳の表側が角膜っていうんだけど、まあ結膜と角膜なんてもうべったりだからさ、べったり仲良し小良しでいつもお互い触れ合ってるじゃん、イチャイチャしてるじゃん。だからそれはもうウイルス性の結膜炎になったらウイルス性の角膜炎になるなんて自然のりですよね。まあ当然なりますわってなるんだけども、何したんでしょうね。ああなんかしたんだろうな。さっき前言ったみたいに海とか川に飛び込んでもその海とか川の中にいるウイルス、悪い細菌なんかが目に入って、まあ悪さするなんてまあ当たり前のことだからね。だから皆さんもそういう海とか川に飛び込むときは必ずゴーグルをつけてくださいね。まあそういうことなんじゃないですか。あでももしかしたらなんかエッチなことしたんじゃないですか。目の中にウイルスが侵入するようななんかエッチなことしたんじゃないですか。どうなんですか。私気になりますね。気をつけてくださいよ。そういう変態的なプレイはやめましょうね。なんかある。今ふっと思ったけどなんかある。そんなことある。目の中にウイルスが侵入するようなエッチなプレイって何ですか。おしっこ浴びた？精水プレイ？可能性は高いですね。そうなるとかなり可能性は高いですよ。尿の中に入っているウイルスが目の中に侵入してるんですと。飛んだ風評被害だよな。視聴者からのお便りに対してお前精水プレイしただろうっていう指摘はちょっと本当に良くないよな。気をつけてくださいね。皆さん、これ聞いてる皆さんも気をつけてくださいね。精水プレイなんかしたらウイルス性の結膜炎になりますからね。気をつけてくださいね。そこのバリトンジェルさんも気をつけてください。普段は好きにならないような女性に注意してくださいね。あんた死ぬわよって言われるからね。それは僕か、とびきり美人の女子高生に恋をしないように気をつけますわ。千葉ゆきのさんね。千葉ゆきのさんね、あ、精水プレイで思い出したんだけどさ、全然関係ない話で申し訳ない。精水プレイで思い出したんだけど、さっきカレー食べに行ったって言ったじゃん。夜遅くにカレー食べに行ったわけ。まあ、夜遅くって言っても8時9時の時間帯なんだけどさ、9時ぐらいだったかな。食べに行って、で、そのまま寝たのよ、帰ってきて。で、朝起きて、一発目の尿から、すっごいカレーの匂いがした。それだけです。はい、ゲーム実況の近況報告です。継続してプレイしているゲームとしては、トライアングルストラテジー、ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精、そして大逆転裁判。大逆転裁判は土日限定の配信となっております。いやもう全然動画できてない。全然だね。いやもうそもそもプレイしていないんですよね。ゲーム実況のそのストックがない。だから編集もできないっていう今状態。申し訳ないですけどね。まあ、お待ちいただいている方には本当に申し訳ないですけど、まあまあまあ、待ってる人も少ないでしょ。待ってる人も少ないから、まあ、そのままやらせてもらいますけど、まあ、プレイしたいゲームはたくさんあるんだけどね。あるんだけども、なかなかこう、腰を据えて、あ、うまいこと言ったかもしれない。腰が痛いから、腰を据えて、
ゲームをプレイする時間がちょっとご贅やせん時間がないわけじゃないんだよね。ちょっと気をつけて生活してるから、ちょっとまあ気をつけながらやらせてもろてます。今日なんか関西弁頻度多くない？どうしたの急に。急にどうしたの？あれこれなんかそのなんかこう口癖が変わるとかさ、恋人の影響だったりするじゃん。なんかよくいるじゃん。なんかこう女の子もさ、まあ男もそうなのかもしれないけど、女の子なんか特にそのなんかこう、なんかあれ今まで使ってなかった口癖出てるけど、どうしたの？今までなんかちょっと趣味変わったよね、着てる服の趣味変わったよねとかさ、大体男の影響だったりするんですよ。ああやだやだ、ああ僕がそういう関西弁がよく出てくるのもなんかの影響なんじゃないですか。何？どういうこと？なんで自分で自分を把握してないみたいな言い方しちゃったんだ。別に何もないです、別に何もないです。関西弁、今日はたまたま関西弁の気分だったんですよ。すいませんね、エセ関西弁を使うてしもて申し訳ない、エロー、すいません。いやあれなんですよちょうど今日ジャンププラス、漫画配信アプリのね、ジャンププラスでさ、ダンダダンっていう漫画知ってます？皆さん知ってますかね。ダンダダンっていう漫画で吉本新喜劇のネタが出てきまして、吉本新喜劇見たことある人ならもう分かると、見たことない人結構いるのかな、分かんないけども、吉本新喜劇ってテレビでやってたね、おう邪魔するわって、そのヤクザみたいな人が入ってくるんですよ。家のこうご家庭のそのコントがやってて、で外からヤクザみたいな人が来て、おう邪魔するでみたいなことを言って入ってくるんだけども、家の人が邪魔するなら帰ってって言ったら、おうまた来るわみたいな感じで帰っていくんですよ。これもう鉄板ネタなんですけど、おう邪魔するで、あ邪魔するなら帰って、おうじゃあほなまた来るわっつって帰っていくんですけど、それのネタがそのダンダダンっていう漫画で出てまして、吉本新喜劇だって思って吉本新喜劇の動画を YouTube で見ちゃったっていう本当にそれだけで、吉本新喜劇の動画を見ただけでこのあたりチャンネルレイディオで関西弁が頻繁に出てくるっていうね。ダメですよ、影響されやすいですよ。ああまあダメじゃないけどね、ダメじゃないけど、このまま僕が衛星関西弁を使い続けるあたりチャンネルレイディオになってしまったら本当に申し訳ないですね。というわけで、ゲーム実況の近況報告でした。お知らせです。このあたりチャンネルレイディオカッコ仮では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そして、リクエストなど、あ、なんだっけ、ちょっと待ってあれ1ヶ月空いただけでこの辺の文言の流れを忘れてしまった。ちょっと待って、一回ちょっとリセットする。このあたりチャンネルレディオカッコ仮では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄からどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しております。というわけで、ちゃんと言いましたね、今回お便りいただいたのはバリトンジェルさん、男性の方でした。ありがとうございます。僕からの嘆きっすがね、この YouTube というインターネットを通じて皆様のお手元に届くので、どんどんお便りを送っていただければと思います。そしてこのあたりチャンネルレイディオカッコ仮は皆様からの応援の上で成り立っているということを改めて言わせていただきます。まあまあまあ説明しなくてもいいかもしれないんだけど、まあ、僕のモチベーションの維持のために、モチベーション維持のために高評価ボタンを押していただくとか、あとはツイッターや SNS なので宣伝拡散していただくなどしていただくと僕のモチベーションが上がります。もしかしたらあたりチャンネルレイディオの更新頻度も上がるかもねっていう脅迫を毎回させていただいておりました。
た。今回もさせていただきました。というわけで、高評価ボタンだけ押していただければね、ありがたいな。押して押して押して、ダブルクリックして、ダブルクリックしたらダメかトリプルクリックぐらいしろ。というわけで、あたりチャンネルレイディオ第127回でした。それじゃあまた次回、バイバイ。